はい、皆さんこんにちは。大塚進です。今日はね、令和3年の11月の今日5日ですね。5日金曜日の今、2時過ぎですね。ちょっとね、お店とか役場の方にちょっと用事があるんでね、今日5日だけど平日ですよね。多分平日だと思ってちょっと役場に用事があるんでね、これからちょっと自転車でとことこ走ってるところなんですけどね。まあちょっとどうしてもね、これはね、皆さんにね、お届けしたいなという景色なんでね、もう本当に綺麗ですよ。本当に綺麗でね、今素晴らしい、山の色ですね。まあ特にね、それだけなんですけども、やっぱりこれね、私だけで独り占めというかね、もったいないなと思ったんでね、なんかこの景色をね、皆さんにお届けしたいと思って、今ちょっと一旦降りてね、歩きながら映してます。いやー素晴らしい。今日はね、雲もあるんですけど、おおむね本当素晴らしい天気でですね、この辺はね、お墓があるんですけどね、村のお墓ですよね。そしてコスモスがまだまだ咲いてるね。元気だね、綺麗だね。もう最近ね、菊がすごいですよ。菊がすごく咲いててね、綺麗なんですけど、コスモスの丸が持ってますね。こんな感じいいでしょ。でね、ここバス停みたいに見えますけどね、これバス停じゃないんですよ。これね、嵐ヶ丘入口って書いてあるんですけどね、これね、まあ許なんていうかな、許可を得てちゃんとその置いてるあるんですけどね、カフェなんですよ。この村でたった一つのね、レストランカフェっていうんでしょうかね。ちゃんとカフェってすごく綺麗なね、そのペンションみたいなお宅でですね、でレストランなんですね。で、まあ今はね、ちょっと予約が必要なんですけどね、そのコロナの影響でですね、ちょっとその予約が必要なんですけど、一回私もね、お邪魔しましたけども、まあ、美味しい料理とかね、素敵な雰囲気で、この県道からね、このコスモスがもうちょっとだいぶ終わりですけどね、ここからとことこですね、この山道、田舎道をね、田舎道をね、もうほんのこれずっと登っていってね、まあ1キロないですよ。数百メートル登っていったらね、そこにもうあるんですよね。まあ村の紹介というか宣伝なんでね、ついでに言っておきましたけど、嵐ヶ丘っていうね、ちょっとロマンチックな素敵なご夫婦がね、もともとは神奈川県にお住まいだったらしいんですけど、まあ震災の前なのかな、後なのかな、まあその前後してですね、こちらに移り住んでですね、そのカフェをやってらっしゃるんですよ。まあ、そういうことで、興味のある方ね、ぜひおいでください。村の宣伝もしちゃったんですけど、まあ綺麗ですよ。まあこういうの見るだけでもね、まあ、田舎暮らしよろしいですなという感じですね。ちょっと歩いてるとなかなか着かないんで、ちょっとこの横道側道の方を自転車乗りながら、よいしょ、よいしょと、はい、昨日の浦和からね、車で帰ってきまして、昨日の夜帰ってきましてね、にゃんこと夜遊んで、で今日はね、いい子で、とてもいい子で過ごしております。いろいろと皆さんにね、お世話になってね、ありがたいことです。ちょっとまたね、県道に戻っちゃうんだけど、車がほとんどあんまり来ないから、ちょっと移しちゃおうか。安全運転でね、特にあ、ちょっと危ないかな、一旦降りて、車が今来ますからね、ガーッと行ってから。今ですね、ここに至る前にですね、途中農家のおばちゃんがその畑ですぐ道の脇の畑でね、いろいろとやってたんでね、で菊の花がとても綺麗なんでね、こんにちはと言ってね、最近去年来ました大塚ですって言ってね、安倍さんどこの来た人ですかって言ってるね、なんか少し知ってたみたいなんですよ。でそれでいろいろとね、ちょこちょこっと話をしてね、まあ分かんないこといろいろあるんで教えてくださいってことでね、まあ、だんだんと村の人ともね、つながりができてきた感じです。ちょっと気をつけてね。すごいトラクターですね。あー綺麗だ、
ああ綺麗だ綺麗だ、ずっと映していますよ、映していたいですよ。でこの辺もね、あの農家がこうやって点在してるんですけどね、あの道に沿ってね、みんなね、それぞれねお庭にね綺麗に花を植えてですね、だからとてもそれがいい風景になってますよね。やっぱりそうやって自分の住んでるところのそばをね、周りをね、家をね、その綺麗にして整えていくってことはね、やっぱりいいことですよね、素晴らしいことですよね。せっかくこうやってね、こうやってなんか雑然としていたらね、やっぱりがっかりしますからね。ああ素晴らしい素晴らしい、うん、一番いい。今日はちょっとね、光が日差しはそこそこあったかいんだけどね、風はちょっと冷たくなりましたね。あいよいよもうだんだんと寒くなってくるかなという感じですけどね。ここはこの間映しましたね、あの棚田があるんですけど、なんか作業してますね。はいはい、ということです。今からねその村役場行くんだけど、今日11月5日って平日ですよね。平日でなかったら困っちゃうんですけど、まあちょっとした運動なんでね、全然構わないんですけど、もうちょっと景色を映しながらね。あどなたか言ってたな、あそうそう、あのハナリンさんっていうね、ハナリンさんという、すみません取り留めのない話でね、すみません、やっぱり福島県在住のね、まあいろいろそのいろんな世界の裏側のことも含めて、生活のことも含めてね、いろんなことに関わってですね、いろいろ素晴らしい発信されてる方時々見てるんですけどね、今日は朝行ってらっしゃったので、私も猫を最近飼い始めたので、ね、キャットフードとかね、ドッグフード、キャットフードとかドッグフードっていうのはね、私も、まあ、子供の頃はそんなものは存在しないでね、普通に人間が食べたものね、同じものとか残ったものとかをね、猫とか犬にあげていたわけですけどね、まあしばらく前からもうキャットフード、ドッグフードが当たり前になってね、もうそればっかりっていうか、それしかあげてない人も多いと思って、それが普通だと思うんだけどね。それいい悪いっていうのは別にそれは今ここでは判断しないんだけど、ただやっぱりね、もし人間がね、人間がキャットフードとかドッグフードと同じようなああいう工業製品化されたっていうのかな、レトルトされたっていうのかな、ああいうその作られたものをね、毎日毎日食べていたら、多分ね病気になるんじゃないかなと私はなんとなく思ってたんですよ。それはもう以前から思っててですね。で、今日その花林さんの話でね、まあその話の中で、やっぱりドッグフード、キャットフードっていうのはね、まあ結構とんでもないものがね、まあ元に、とんでもないものを元にね、作られているということを言ってましたね。あ、それはそうですよね。だってそんな、人間だろうとも今ね、そんな食べる人のことを考えてね、健康のために作ってるわけじゃなくて、いかに安く大量に売りさばくかってことが根底にあるわけなんでね、ましてや犬様とかね、猫様のためにそんなね、猫と犬の健康のためにね考えて作ってくれてるってことは考えにくいわけなのでね、まあさもありなんていうことですよね、うん、そういうことがありましたのでね、まあ、もしワンちゃん猫ちゃん飼ってらっしゃる方ね、ちょっとその辺のことね調べてみてください。それからね、もう一つ、そうそう、その同じ話だったかな、ここ叱ってるんだね、ここは歩道だからゆっくり行けるね。要するにその世の中全体がね、医療も含めてね、随分おかしくなっちゃってるわけなんだけど、一般市民をですね、わざとじわじわと病気にさせるってことは当然行われてるわけですよね。いろんな側面でね。で、まあ、そういうことはもちろんあるわけなんですけども、で、それでやってみんな病気になって、だからお医者さんに行かなきゃいけないっていう、そういう仕組みがもう出来上がってるわけですけどね。以前から私は自分で気づいていたのは、清涼飲料水ね、ジュースとか、コーラもないかな、ジュースとかね、そういう缶ジュースとかね、缶コーラとかの、その自動販売機。あれがね、もうどこでもあるでしょ。どこでも100円ちょっと出せばすぐ飲めちゃうでしょ。あれはもう非常にね、ご存知だと思いますけど、砂糖というか、その糖分も含めてね、まあ相当いろんなものが
ぶち込まれてるわけですよね。それは皆さんご存知だと思いますけど、それがね、もうはいどうぞ、はいどうぞってね、どうぞ飲んでください、どうぞ飲んでくださいって形でね、もうその辺にあるってこと自体がね、これがおかしいことなわけですよね。なので、まあ私も以前はちょこちょことその缶コーヒーとかですね、缶ジュースは普通に当たり前にね飲んでいましたけども、まあそういうことを気づいてからはね、まあ、ほとんど飲まなくなりましたね。まあ、時々お茶も良くないってのは聞いてるんだけど、まあ、砂糖の入ってないお茶とかね、時々お家で作るの忘れちゃった時はね、外でお茶とか買うことはありますけどね、お茶も良くないのは聞いてます。まあ、それとかチョコレート自体はね、多分いい成分があるんでしょう。カカオとかね、体にいい成分が入ってるんだと思うけど、でもやっぱりそう、あれもね、まあ、言ってみればチョコレートはそのカカオもあるけど、その砂糖とね、糖分と甘味料と、それから油、いろんな油がね、まあ主成分なんだと思うんでね、やっぱりあれもね、でどこでもたくさん売ってますよね。もう最近は前よりもたくさん売ってるような気がするんですけどね、まあ、よく食べられるわけですよね。で私もチョコレートは、まあ、嫌いじゃなかったんですけどね、まあでもあれもそういう、なんていうんですかね、たくさん国民に食べさせて、まあ、糖分過多にするっていう、そういった一つのやり方じゃないかなと私は疑ってますけど、どうでしょうかね。そんなことをその花輪さんのね、花輪さんの動画を見ながらね思い至りました。はい、それから最後にもう一つね、ずっと前から私はよくね動画拝見していて、しょっちゅう私もコメントさせてもらってたね、林博先生はもう多岐にわたるね、もう本当に独創的なね、その着眼点で、もう非常、ものすごい大発見をね、いっぱいしてるんですよね。もう世の中がひっくり返るような大発見をですね、たくさんしてるわけですよ。で、だけども、今現段階としてはね、アカデミズムの世界からはね、多分ね、無視されて黙殺されててですね、全然、なんていうかな、なんていうかな、その林先生が発見したことはね広められてないわけなんだけども、でもやっぱりね、すごく重大な大発見がいっぱいあるんですね。世の中ひっくり返ってもねあるんですよ。まあ、例えば前も言いましたけどね、日本のね古墳時代かな、銅鏡とか銅鐸とかね、発見もすごいし、その今日もやってたんですけどね、頭の長い人間というか頭の長い頭頂人間というでしょうか、いわゆる普通の人類ではない人類がですね、ちゃんとこの地球上に存在していたし存在しているってことに対する証拠とかね、まあ、あるいはその全然話が飛んでね、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵の中のね、ものすごいすごい発見とかね、恐ろしい発見とかね、いっぱいあるんですね。まあ、そういったことありますのでね、林博さんで検索するとね、東京銅鐸とかですね、まあ、いろいろで検索すると出てきますからね、ちょっととっつきにくいところもあるかもしれませんけど、なんか皆さんのねご自分の興味のある部分からね、ちょっと見てみるといいんじゃないかなと思います。で今日はね、久しぶりに私もコメントさせてもらったんですけどね、要するに林先生の場合もそのコメント自体はたくさんもらってるのにね、表示される数がねない場合があるそうなんですよ。で私もよくね、皆さんもあると思うんですけど、コメントいっぱい来てるのにね、実際には表示されなかったり削除されてしまっていたりとかね、まあ、そんな YouTube によるね、その操作検閲削除とかそういうのが行われているってことがあるんですけど、まあ、林先生の場合もね、まあそういういろんな重大発見に関してですね、そういう隠されてしまうことがねあるみたいなんですね。まあある意味で同じような立場というか同じような状況にいるわけですよね。まあそういう削除されてしまったり、それから陰謀論のレッテルを貼られてしまったりした場合はね、それこそが勲章だと思って、誇りに思って いけばいいんだろうなと思っておりますよ。まあ、そのところです。そろそろね、ずっと坂道を下ってるうちに、歩道なんでいいんだけどね、トコトコ下ってるうちに、だんだんお店とか村の中心地に、あ、やってるね、お店やってるから今日は平日だよね。よかったよかった、後でちょっと買い物してこう。でちょっとその前にね、ちょっと郵便局とか行って役場に行ってみます。
ここがね、コンビニでいろいろやってます。だからここ、あ、思われさえできればいいよね、ここね。大丈夫だよね、自転車乗っててもね。ここね、からここかの有名な石井食堂はね、有名な食堂なんですよ。あ、お巡りさんいる、早く行こう、よしよしよし、早く逃げろ。なんで逃げるんだろう。あ、まあいいや。でこうやってぐーっと下っていくと、床屋さん、これまっすぐ、この道をねまっすぐ行くと、ご覧の通り、あの有名なね浪江の方に行くんですけど、阿武隈さんのね、山のその山脈というほどじゃないんですけどね、その山がありまして、その向こう側がね、あの浪江になってるんですよ。なので山があるんで、一旦はその遮られてますけど、まあ同じような地方ですね。はい、そういうことです。では、取り留めのない話すいませんけど終わりにします。ありがとうございました。